な特徴を持った国は他にない。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。突然ですが、皆様は海外から見た日本の最大の魅力は何だと思いますか？歴史や伝統文化、食文化など様々な魅力が日本に存在することは周知の事実です。ですが、それ以上に日本には世界の国々とは異なる特異性が存在していることはご存知でしょうか？この特異性があることで、日本で暮らしたいと思う海外の人も多いそうですよ。そこで今回は、あるアメリカ人女性のエピソードを紹介します。彼女は日本に来る前は新天地での生活にとても不安を感じていたそうです。しかし、日本で暮らすうちに日本の特異性にいつの間にか魅了され、今ではこれからも日本で暮らしたいとまで考えるようになったそうです。彼女を魅了した日本だけの特異性とは一体何でしょうか？それでは詳しい内容を見てみましょう。日本で暮らすアメリカ人が語る日本の特異性。はじめまして、私の名前はサラ。アメリカ出身なんだけど、仕事の都合で日本に来て、今は東京で暮らしているわ。日本に行くことが決まった時は、異国の地での生活に不安ばかりだったけど、今ではすっかり日本の生活に慣れてきたわ。もともとは大学を卒業した後、アメリカの企業に就職して働いていたのよ。そこで数年働いた後、日本へ出向することになって、今は日本で暮らしているってわけね。さっきも言ったけど、私が日本に来たのは仕事の都合だったの。ニューヨークで働いていた時に突然日本支社への転勤を命じられたのよね。最初は日本のことをほとんど知らなかったし、日本語も全然話せなかったから、本当に不安でいっぱいだったわ。少しは準備時間もあったから日本語も勉強してみたけど、日本語ってとっても難しいのね。日本に行くまでにものになることはなかったわ。だから日本に着いたばかりの頃は本当に心細かったのをよく覚えているわ。そんな私だけど、日本に来てすぐに感じたのは街の清潔さと秩序正しさ。ニューヨークではゴミが散らかっている場所も多かったけど、日本ではそんな光景はほとんど見かけないの。電車も時間通りに来るし、公共の場でのマナーも良くて、すぐにその違いに驚いたわ。不安しかなかった私だけど、その光景を見て少し日本での生活が楽しみになったのをよく覚えてる。仕事でも日本の同僚たちはとても親切で、いつもサポートしてくれているわ。最初の頃は文化の違いや言葉の壁に戸惑うことも多かったけど、彼らの助けを借りて少しずつ日本の生活に慣れていったのよ。日本の食べ物もとても美味しくて、言葉も理解できないうちからすぐにお気に入りのレストランが見つかったの。特に寿司やラーメンは本当に絶品で、毎日のように食べたくなるのよ。食文化の豊かさも日本の魅力の一つだわ。こうして振り返ると、私が日本に来てから感じたことや経験したことって本当にたくさんあるの。今日はそんな私がこれまで日本で生活する中で感じたいろいろなことを話していきたいと思っているわ。今でこそ日本が暮らしやすいと感じている私だけど、最初にも言った通り、日本行きを命じられた当初は不安でいっぱいだったわ。アメリカでの生活に慣れていたし、日本についての知識もほとんどなかったからよ。日本行きが決まる前から日本のアニメや映画は好きだったけど、それだけでは実際の生活がどんなものか想像できなかったの。一番心配だったのは言葉の壁ね。日本語は全然話せないし、読めないし、どうやってコミュニケーションを取るのか全くわからなかったわ。周りの友達や家族も大丈夫って心配してくれて、それが余計に不安を煽ったの。文化の違いも大きな要素だったわ。アメリカとは全く異なる文化や習慣に適応できるのか、どうやって生活していくのか全く見当もつかなかったの。例えば
食事に関しても日本の食べ物は美味しいと聞いていたけど、具体的にどんなものがあるのか、アメリカで慣れ親しんだ食事とどれだけ違うのか、想像するだけで不安だったのよ。日本に着いてから最初のうちは全てが新しくて戸惑いの連続だったわ。道に迷ったり、スーパーでの買い物が一苦労だったり、日常生活の中で小さなことでも困ることが多かったの。日本語が全くわからないから、看板や案内板を読んで理解するのが本当に難しかったのよ。それに交通機関の使い方にも戸惑ったわ。アメリカでは車を使うことが多かったけど、日本では電車やバスが主な移動手段なの。電車の路線図を見ても最初はどこに行けばいいのか全然わからなくて、何度も駅員さんに聞いたことがあるの。でも日本の駅員さんはとても親切で、丁寧に教えてくれたおかげで少しずつ慣れていったのよ。仕事の進め方やオフィスの文化も全然違ったわね。アメリカでは個人の自由や創造性が重視されるけど、日本ではチームワークや規律が大切にされているの。最初はその違いに戸惑ったけど、少しずつ日本のやり方に慣れていったわ。日本に来てからいろんなことに戸惑いながらも、少しずつ日本の生活に慣れていったの。最初は理解できないことだらけだったけど、日本の人々の親切さや日本ならではの文化や習慣に触れることで、その魅力に気づくようになったのよ。でもやっぱり最初は文化の違いでとても苦労したわ。特に日本独自の文化って結構たくさんあって、慣れるまでは戸惑いの連続なの。ここからはそんな私が戸惑った文化、習慣について説明するわ。日本に来て最初に戸惑ったことの一つが、玄関で靴を脱ぐ文化なの。アメリカでは家の中でも靴を履いたまま過ごすことが多いけど、日本では玄関で必ず靴を脱ぐのが普通なんだよね。最初はその習慣になれなくて、何度も家の中に靴を履いたまま入ってしまって、友達に注意されたことがあるのよ。でも靴を脱いで室内に入ると、部屋が清潔に保たれることに気づいたの。床がきれいで安心して座ったり寝転がったりできるのは本当に気持ちがいいわ。今ではすっかりその習慣に慣れて、逆に靴を履いたまま家の中に入るのが考えられなくなったのよね。次に戸惑ったのは、必ずドアを閉める文化。日本だとドアは必ず閉めろといった風潮があるみたいだよね。だけど海外だと使用していない部屋のドアは開けておくことが基本なの。特にトイレのドアなんだけど、アメリカでは使用中のトイレだけドアが閉まっているのが普通なのよね。でも日本では使っていないトイレのドアも閉まっていることが多いの。だから最初はトイレに入ろうとしてドアが閉まっていると、あ、誰か使ってるんだと思ってしまって、何度も他の場所を探し回ったことがあったの。でも実際には使っていなくて、ただ単にドアが閉まっているだけだったということに気づくのに時間がかかったわ。今ではその文化も理解して、ドアが閉まっていてもまずはノックするようにしているの。小さなことだけど、こういう文化の違いが日常生活の中で面白くもあり、時には戸惑いの原因になるのよね。そして慣れるまで一番時間がかかったかもしれないのが、日本のゴミの分別の細かさね。これには本当に驚かされたわ。アメリカではゴミはだいたいリサイクルと一般ゴミ、オーガニックゴミの3種類に分けるだけだけど、日本ではプラスチック、紙、瓶、缶、燃えるゴミ、燃えないゴミとたくさんのカテゴリーがあって、最初はどれをどこに捨てればいいのか全く分からなかったのよ。例えばペットボトル1つ取っても、キャップとラベルを剥がして別々に捨てる必要があるの。こんなに細かく分けるのは大変だと思ったけど、日本ではリサイクルがしっかり行われていて、環境に対する意識が高いことに感心したわ。最初はゴミ捨てが一つの大きなストレスだったけど、今ではその細かい分別にも慣れて、環境を守るための大切な習慣だと思うようになったのよ。そうしたことをみんなができる国だからこそ、綺麗な街中があるんだと思うと、私も頑張って分別しようと思えたわ。
こんな風に日本での生活には多くの戸惑いや驚きがあったけど、それらを乗り越えていくうちに日本の文化や習慣に対する理解が深まっていったの。今ではそれらが私の日常生活の一部になっていて、どれも大切な習慣だと思うようになったわ。今ではアメリカに戻ることを考えると少し不安になるくらい日本の生活が快適に感じているのよ。例えば日本の公共交通機関の時間厳守はアメリカにはないものよね。電車やバスが遅れることなく帝国通りに来るのは本当に便利なのよね。アメリカでは交通機関の遅延が日常茶飯事だから、時間通りに移動できるのは大きなストレス軽減になったわ。さらに日本の安全性も大きなポイントよ。夜遅くに一人で歩いていても安心だし、子供たちが一人で学校に通える環境は本当に素晴らしいと思うの。アメリカでは夜遅くに出歩くのは避けるべきだと教えられて育ったから、この安心感は本当に貴重だわ。他に生活面で特に便利だと感じたのは、年中無休の店が多いこと。コンビニやスーパーが24時間営業しているのは本当に助かるのよ。アメリカでは特に地方に行くと店が早く閉まってしまって、夜遅くに急に何かが必要になった際には困ることも多かったの。でも日本ではいつでも必要なものが手に入るわよね。例えば深夜に急に食料品が必要になったり、仕事が遅くなって帰宅が深夜になっても近くのコンビニでさっと買い物ができるのは本当に便利だわ。それにコンビニはただの買い物だけじゃなくて、ATM や宅配便の受け取り、チケットの購入などいろいろなサービスを提供してくれて、コンビニ一つでほとんどがこと足りるわ。これって本当にすごいことよね。しかもこのコンビニが至るところにあるんだから、本当に便利な生活を送ることができるわ。もう一つ日本の素晴らしい点は、公衆トイレが無料でどこでも使えること。アメリカでは公衆トイレが少ない上に有料のところも多いし、清潔さも場所によってまちまちなの。でも日本では駅や公園、商業施設などどこに行っても無料で使える公衆トイレがあるの。しかもそのトイレがいつも清潔に保たれているのは本当に驚きだわ。日本人の衛生意識の高さを感じる瞬間よね。特に女性としては、外出先でトイレが安心して使えるのは大きな安心材料なの。旅行中や出かけた時にトイレの心配をしなくて済むのは本当に助かるわ。こうして日本での生活を振り返ると、最初は戸惑うことばかりだったけど、今ではその全てが私の日常の一部になっているのよね。日本の特殊な文化や習慣が今では私にとって欠かせないものになっているわ。でもふと気になることがあったの。それは、私はいつの間にこんなに日本に魅了されているんだろうってこと。確かにコンビニだったりといった日本独自の長所はあるんだけど、それって来たばかりの頃から気づいていたことなのよね。だけど最初は不安や戸惑いばかりだったわ。ふと気づけば日本の生活が自分にとって当たり前になっていたのよね。もちろん日本に長く住むことで文化や習慣に慣れた部分もあるわ。例えば公共交通機関の時間厳守や街の清潔さ、親切な人々など、日本の素晴らしい点に慣れてしまったことも大きいのよね。自分の母国も含めて、それらがない国で生活することに尻込みしてしまうほどよ。でもそれだけでは私がここまで日本に魅了されている理由を全て説明できるわけではないの。それが何かを考えている時に、ニューヨークタイムズのある記事を読んで、その理由に納得することができたの。その記事は日本の光と影についてまとめた特集だったわ。記事では最初、日本の経済状況や人口減少などの影の部分に触れていたわ。日本経済は数十年間ほとんど成長しておらず、人口も減少し続けているといった感じでね。だけどそこからが本題なのよね。記事では日本の影について触れていたけど、それらすべて心配する必要はないと結論付けているの。なぜなら
社会に変動が起きそうな指標を持つ国で予想される社会的不和の兆候は日本ではほとんど見られないから。未回収によるゴミの蓄積、路面の穴、ストライキなんかは日本とは無縁よね。ニューヨークタイムズ紙は日本のことを驚くほど安定しており、結束しており、未来への絶望感がほとんど存在しないと評価していたわ。実際に私も長らく日本で暮らしているけれど、ゴミが散乱していたり、道路が荒れていたり、ストライキだったりといったものに出会ったことがないわ。そう言われると本当に日本の社会は安定しているわよね。経済や人口などの課題は確かに存在しているけれど、国民の生活は安定しているから大きく騒いだりして治安が乱れたりしない、日本人のしょうがないという考え方で片付けられる程度の課題ということね。日本人がこれらの問題に無関心、言い換えればしょうがないの精神でいられる理由についても記事では触れられていたわ。それは日本では失業率は低く、観光客も殺到していて、株式市場も好調だから。インフレ後でもラーメン1杯は7ドル未満で手に入り、国民皆保険でみんなが保険に加入しているから、そして治安に何の不安もないから。そう、日本社会には確かに経済の停滞や人口の減少という現実があるんだけど、それらをものともしないほど社会のあらゆる面が安定しているのよ。この記事を読んでとても共感できたのよね。私は日本のいろいろな面に魅力を感じているけど、もっと根本的な面で社会が安定しているところに暮らしやすさを見出していたんだわ。これは実際に日本で生活してみないと感じられない部分だと思うの。またネットでも多くの外国人が日本の安定性を称賛していたわ。彼らの多くが日本の治安の良さや社会の安定性は真似できないものだと言っていたわ。特に人口減少などの課題を抱えている国では、日本のように社会の安定を保っていられることを羨む意見も多かったわね。改めて日本での生活を振り返ると、最初は不安や戸惑いが多かったけれど、その中で感じた日本の特異性と安定性が私をこの国に強く引きつけたんだと思うの。文化の違いや習慣の違いに戸惑いながらも、それを乗り越えていく中で、いつの間にか日本の持つ最大の魅力である社会の安定性に気づかぬうちに魅了されていたのね。ニューヨークタイムズの記事を読んだ時、日本の得意な点である社会の安定性について詳しく知ることができたのも大きかったわ。その記事では日本の経済状況や人口減少といった影の部分にも触れていたけれど、それを上回る安定性と独自の魅力が強調されていたの。記事を読んだことで、自分がなぜ日本でこれからも暮らしていきたいかっていう理由を言語化することができたわ。気づいたことで、これからも日本での生活を続けていきたいとより強く思っているの。この国の安定性と独自の文化が私の生活を豊かにしてくれることを実感しているからこそ、これからももっと日本の良さを発見していきたいのよ。だからもし日本に暮らす機会があったら、ぜひ勇気を出して挑戦してみることをおすすめするわ。日本独自の魅力を実際に体験してほしいと思っているからよ。この国の素晴らしさを知ることで、きっとあなたも日本に魅了されること間違いなしよ。海外の反応。私は人生の大半で日米を行き来して暮らしてきた。日本におけるサービスの低下について語るとき、日本の水準は現代の欧米の読者のほとんどが想像もつかないような高さに設定されていることを、読者にはしっかりと心に留めておいてもらいたい。 GDP は世界の質を測る良い尺度ではないよね。それに仮に人口が毎年 0.5% ずつ減少するとすれば、人口が現在の半分になるまでには130年以上かかることになる。日本は数年前からロボットによる介護を導入しているし、急速な進歩を続けているという側面もある。日本は大丈夫だ。日本のことは日本に任せておけばいい。他の欧米諸国よりうまく運営されてるんだから。
この記事は何十年も遅れてる。 SNS と海外旅行の増加のおかげで外国人は日本の良さを知ったばかりだ。日本の良さは何年も前から変わらない。欧米諸国も同じように人口減少に直面してない。もしかしたらもっとゆっくりかもしれないけど、だけど避けられない変化に対して日本人と同じような姿勢で立ち向かえるだろうか。まとめ。日本だけの特異性とはその社会の安定性だそうです。確かにそう考えると人口減少や経済の問題が叫ばれて久しいですが、未だにその影響が我々の生活に直接暗い影を落としているようには感じないかもしれません。もちろん影響が全くないなんてことはありえませんが、だからといってそれが社会を不安定にするほどの問題にはなっていないことは間違いありませんよね。これは海外の人々からするととても珍しいことだそうです。こうした問題があると多くの国では社会的不和が発生してしまうんだそう。それがない日本はこれからも世界が羨む国として存在していけることでしょう。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。